We are here. WA Radio. You're listening to WA Radio.もう本当だからブラジル向こうに行ってまた話聞かせてもらえれば嬉しいし、もちろんオンラインでもできる可能性があるんだったらしたいし、ぜひ、うん、もう私はアマゾン川の音を取ってくるっていう、自分あの別に環境活動家じゃないんだけど、はい、アマゾンの森林地帯の削減、減少してるでしょ、うん、あれのすごく実態を知りたいの。要は開発をしてるわけでしょ、うん、森林伐採して、うん、要は人口増えてるし、うん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 、そこもやっぱり資本絡んできていて、結果それが世の中でいう CO2 がどうこうとか、世界の6割のグリーンがアマゾンにあった あるわけでしょ。今もあるのかな、今そのだからパーセンテージが減ってるのよ、ね、確かで氷河は溶けてるしとか、うん、もうそこにすごい大きな要因があるので、そう、なんかねそれ見てきてほしいな。環境活動家も別にそういう人でもないんだけど、うん、すごい前から気になってて、うん、そうですね、ブラジルもすごく広いので、うん、でサンパウロも今本当に大げさに言ってもドバイみたいになっちゃってて、こうすごいマンションが建ってて、もその裏にももう世界最大のあのスラム街があって、ね、あれだよねこれ、そうです、ハベーラか、ハベーラそうがあってみたいな、もうそのサンパウロサイドもあるし、うん、そこから私は北上して赤道ない3度のアマゾンに近いパラ州っていう州の州都のベレンっていうところが、その後で地図見てみよう、ぜひ、ね、そのお家になってて、海だと思ってたのは全部川だったっていうぐらい、すごい、そのお魚もすごい有名だしご飯も美味しいしって、ただやっぱり治安は悪いしっていう場所なので、そこで3年ぐらいいたので、でじゃあふるさとに帰る感じだね。そうですね、楽しみだね楽しみだよ楽しみです。なんか声聞かせてほしいな、もちろん、ね、電話します電話でもそうだね、それこそもう帰ってきたらこれまたやってもいいし、もちろん、ね、やりたいな、うん、でもねあっちでこう何をゲットできるかみたいなのは事前にいろいろ勉強しながら、今準備できることは準備して、うんうん、そうね、そうね、そう言ってもね、うん、治安とか含めてね、うん、じゃあ日本ってほら平和ボケしちゃってるから、うん、そこもダメでしょ、うん、スマホを街中で見てる人とかってそれこそブラジル行ったら取られるでしょ。もうブラジルで道案内って携帯出したら2秒で取られるからねっていう話だよね。本当にボロボロの短パンに T シャツに B さんに、もうバッグは前ちっちゃいやつ、もう分かる分かる、でスマホは外に持たない、分かるっていうのでスタスタ歩く、分からなくても歩く、分かる自分も必ず若い頃から海外に行くと必ず散歩するにしても、仕事の時はまあカバン持ってるけど、うん、基本フリーで出る時はホテルで自分のいるホテルと周辺地図を把握して、うん、もちろんスマホない時代から、うんうんうん、で手ぶらで現金をポケットに入れて、うん、一応念のためにポケットに地図を折りたたんで入れて、で手ぶらで歩く、そうすると楽しいし迷うけどね、うん、でも結果日本人の観光客に必ず道を聞かれるっていうことに陥ったけどいやいや私に聞かれても観光客なんですけどみたいな現地の人だと思われちゃってね。そう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 、あとローマで笑ったのがこれ本当あのなんか笑い話なんですけど、うん、ローマってあのジプシーがスリーの家族でスリーがいるんだけど、うん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 、新聞をわーって持って子供たちがたかってきて、うん、このポケットからお金を取ってくるっていう、大体日本人の観光客とか狙われるんだけど、うん、自分がローマ一人で歩いてたら向こうから来たの、うん、あ来た、かといって誰もいないし隠れるっていうかうーんと思ってわーって来て、子供たちが自分の顔を見た瞬間厳しさを返して逃げたいやいやいや日本人で観光客ですけどみたいなえなんで来ないの、うん、帰るのみたいなって思った、なんかオーラがあったんかな、あこの人はダメだと思ったのかな、うん、お金ないと思われたか、どっちかですね、慣れてるからダメだと思ったのかすごい言葉が通じなくてもね、そうそう、それこそニューヨークで3番街で、うん、テキサスから来たおばあちゃんにメイシーズって百貨店あるでしょ、うん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 、メイシーズどこって道聞かれたからね、えいやそこですけどねみたいな、なんでみたいな、なんだっていうのはいろんな街である、あそう、それはきっと、スマホ持たないし手ぶらだし、うん、その脇目をもう振らずっていうか、
迷わないように頭の中に入れて歩いてるから、うん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 、それの栗岩さんがやってることが出すオーラもあると思いますよ。そのそれがあるからこうわっみたいな、あ道聞こうとか、あこの人はダメだとか、うん、そうあのジプシーが逃げたの笑ったな、いやみたいな、一応お金入ってるけどここにみたいな。でもなんか事前準備って大事ですね。そういうのにつながってくるってことですもんね。そういうことだから一切怖い目にあったことない、うん、わあすごい、うん、まあ一回だけあのそれは油断しててスパニッシュ系のアメリカ人の若い子に囲まれたことあったけど、おそのくらいかな、うん、もうそれこそ若い子たちにこのまま日本に行ったら海外行った時に危ない目に遭うから、うん、これ以上もっと治安悪くなるからっていう意味でも今のうちに危ない思いをしてこいってわけじゃないけど、うん、あと変な言い方だけど日本も今ほど治安いいものが維持できると思っていなくて、はあ、そうかもしれないですね。あのいろんな海外からの人たちが増えてるでしょ、うん、増えてますでそれが悪いって話じゃなくてよ、うん、やっぱりその道徳関連とか宗教観も含めて違うじゃない、うん、でいろんなことが変わってくると思っていて、確かにそのためにももっともっと自分のことと町のことを見てほしいし、うん、相手のこと他人のことか、うん、自分のコミュニティだけじゃなくて周りにいる人のことに対して愛してとは言わないけど、うん、もっと気遣えばと思っちゃう。歩く時ぐらいさスマホ閉まってよと思うんだけど、うん、まっすぐぶつかってくる人いるでしょ、うん、で逆に怒られるのね、避けてんのに、いやいやいや、なんでかなみたいな。確かにね、何がそうさせてるんだろう。でもそれはやっぱり菅谷のこのスマホの中にだけに目がいっちゃってるから、うん、で音楽聴いてる人もいるでしょ、うん、あれ多分音も目線も外しながら歩いてるわけでしょ、うんうんうん、こんな危険なことないよ。確かにあのそういう身体的なもともと持ってる人たちは逆にもっと敏感だからさ、うん、ケアしてるはずだけど、うんうんうん、健常者っていうことはあんま使いたくないけど、うん、あの5体満足な人が意識的に目線と耳を塞いでたらそれは危ないってって思う。確かに、まあ、そりゃそうだ、うん、だって五感のうちの2つ失ってるわけだからもともと失ってる人たちは逆に他が発達してるから、うん、そうですね。そう怖いもんだから大体こうスマホ持ってる人は自分避けるもんね、やり過ごすっていうかっていうね。だから街とか人とか、うん、自分もそうだけどなんか愛情を持ってほしいなってすごい思っていて、うん、そんなこともあって世代の違う人たちの気持ちも聞きたいなと思っていて、うんうんうん、まあ政治のことどうか話すまで全くないけど本当街、うん、今いる街のこと、街に暮らすことをどう思ってるのかな思ったから、うん、こんな機会を設けてみましたって感じですかね、うん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 、なんか本当ブラジル行ってオンラインでも何度もいいからまた声聞かせてください。ぜひ、ね、あのでもあれでしょインスタとかアカウントで上げる、はい、情報は上げます上げます。それでお楽しみにしながら、はい、帰ってきたらまた会いましょう。ぜひ今日はありがとうございました。ありがとうございました。いい時間でした。ありがとうございます。こちらこそ。